福岡糸田町でほっとする旅。その昔、大友の金村によって掘り当てられた神の泉、田切。こんこんと湧き出す水で豊作が続いたことから、糸よきた、糸田と呼ばれるようになったんだとか。そんな水に恵まれた土地、糸田町で育つ。自然は青く、食べ物は美味しい。すいません、はい、おかつバーガーを一つください、はい、うん、おいしい。金山桜あじさい園では15種類、約7000株のあじさいが咲き乱れ、毎年多くの観光客が訪れる人気のスポット。ゆっくりコツコツと楽しむ福岡県糸田町。